こんにちは、りょうです、えー。今日はね、葬儀費用でぼったくられないための必須知識ってことでね、話をしていきたいと思います。えー、質問いただきました。 りょうさん、こんにちは。えー、いつもいろいろな費用の削減について感銘を受けています。今回は葬儀費用についてお聞きしたいのです。えー、身内に急に不幸なことがあった時に私にはとても冷静に判断できる自信がありません。しかし葬儀業界はぼったくりが多いと聞きます。葬儀費用を蹴散りたいわけではなくわざわざぼったくられるのを避けたいのです。りょうさんならどのように対応されますかお考えをお聞かせ願えれば幸いです。ということでね、質問をいただいたんで話をしていきたいんですけど、今回は、えー、結論の前の前提をね、ちょっと確認 しておきたいんですけど えー、この質問に関しては結構ねすでにもう過去10名以上ですかねの方から頂い,いている葬儀費用についての質問って結構ずっとたくさん頂い,いてたんですよ質問ねただちょっと感情がね入りやすいところなんで感情論で話をする人が多いところなんでちょっとねあの筆が遅くなったというか後回しにしてきたんですよね,ねし結局理由っていうのは宗教とかあと地域性が絡むっていうのとねあとまあ葬式の費用を安くするなんて罰当たりだとかねお金の問題じゃないんだみたいなねもうとにかく理屈の前に感情をこうぶつけてこられやすい 質問なんでで議題なんでちょっと、えー、話をね、えー、少し後回しにしてきたんですけど、えー、まあちょっとねそろそろ取っていこうかなってことで話をしたいかなとでいかに結局安く済ませれるかっていうテーマで話をしたいんじゃないんですよねいかにどうしたら葬儀費を安く済ませれるかっていうことが主じゃなくてどうすればぼったくられずに済むかっていう話なんですよね、えー、そもそも論で えー、お葬式をどうするかっていうのは家族の自由ですよねだから、えー、そんなんもったいないよとかこうするべきとかそういうふうに議論するつもりっていうのはもう全くなくてただ 実際葬儀費用のトラブルっていうのが続出してるんですよね最初の見積もり金額よりどんどんオプション追加されて高額に結局高額になっちゃったとかね最初は安いと思ったのに結局高額になっちゃった後から請求されたとかもう終わっちゃったからもう後で支払わないと仕方ないとかね、えー、ただでさえ悲しい出来事のはずなのにもうさらにそこに加えてぼったくられたら泣けてくるじゃないですかだから、えー、ちゃんと準備をしようってことですよねいざ結局不幸事が起きた時って冷静な判断なんて誰もできないじゃないですか身内ににに不幸が起きた時に冷静じじゃあ、ねえー、じゃああね こここはこうだからとかそんなできるわけないじゃないですか。だから、事前に知って備えておきましょうっていうそういう話ですね。なんで、まあ、感情論は一回,回置いといてね、一、えー、回話を聞いてもらえたら嬉しいかなと思います。で、えー、僕の結論なんですけどね。 えー、不幸事が起きてからでは冷静な判断ができないので事前に調べておくってことが大切ですねで。相場を知っておく、もう業者を、いい業者を探して決めておくってことですね。そのためには比較することが大切って、そういうことですね。で、もう少し解説なんですけど、お葬式の場合ってね、緊急度が高いんですよね。ゆっくり、えー、見積もりとか比較とかできてたらもちろんいいんですけど、お葬式の場合、そういうわけにいかないですよね。で、まあ、病院で、まあ、大体病院で亡くなることが多いと思うんですけど、病院で誰かが亡くなると、病院を出ないといけないんです ですよね、あまり時間的な余裕がないんですよね。というのはなぜかというと病院に遺体を安置できる場所がなかったりするので結構早く、えー、出て行ってくれ送して移送してくれというふうに、ねまあ、言われるわけなんですよね。で、えー、そこに、まあ、付け込まれるというか、ね、あの病院からちょっと葬儀屋を紹介される場合ってのは特に注意が必要でかなり、ね、割高の場合が多いんですよ。 で、割高の場合が多かったりとか、もうテンプレートでどんどん済ませていっちゃうんで、納得できない葬儀になったとかね。例えば亡くなった人がね、えー、こんな葬儀を生前こんな葬儀をしてほしいって言ってたのに、全然希望と違う葬儀だったりとか、全然こちらの意向を汲み取ってくれなかったりとか、そういうことが発生してしまって、結局後から後悔してしまう人が多いってことですよね。でもその時は、もうそんなこと探してられないし、親族的に連絡しないといけないし、もう自分はショックだし、わーってなっちゃうんで、えー、ここに、えー、まあ、ちょっと付け込まれないように注意をします。 ということで、まあ、事前にね葬儀者がちょっと決まってない場合に問題が起きやすいんですよねだから事前にちゃんと納得のいく葬儀ができるように葬儀者を決めておくってことが大切なんだよと実際亡くなった時はもう気が動転するしね冷静な判断できないし急がないといけないしてもうこんな状態でまともに考えるなんてまあ普通無理ですからねそれでもう至って正常というか、えー、難しいですよねなんで、まあ、事前に納得のいく葬儀者を決めておきましょうとで こう生きている間にそんなこと考えるなんてって思うかもしれないですけど実際ねあの死っていうのはいずれか全員にねこれはもう誰しもが全員に訪れるわけじゃないですかだから場当たり的な対応になってその時もやっぱり考えたくないっていうのは分かるんですけど、えー、考えたくないっていう人はもちろん考えなくてもいいんですけどこれについてはねただ場当たり的な対応になって後悔するってことがないようにしたいってそういうことですねそのためにこの葬儀者を決めるんですけど葬儀者を決める手順っていうのは、まあ、まずね数字と感情はちょっと分けて考えて 考えましょうねと何回も言ってますけどここを全て一緒に考えるとねやっぱ話は進まないんでまず数字と感情を分けて考えましょうと。でこの葬儀の場合大事なのってそもそも論で自分とか家族っていいいうののののはどんなな式にしたいのか、かか希望あるのかないのかとかねこここを話し合っってておくくとととがすすごく大切だと思うんですね。ね、えー、家族と、ね、その会話できたらもちろんいいんですけどまあお葬式はこうしてほしいなとかね小さい方がいいなとかね、まあ、お墓はこうしてほしいとかいろいろ行こうってあると思うんですけどそういうことを話できたらいいんですけどまあ ななかなかね、えー、テーマ的にも難しいっていう時もあるとは思うんで、まあ、最低限ねぼったくられないようには知識をつけておきたいですねっていうね家族とこういう話ができない場合はこの動画を見る人っていうのはそういうのを考える人だと思うんで。 最低限、えー、ぼったくられないようには知識をつけておきたいですねと、えー。そのためには相場を知りましょうと。ぼったくられないための本質ってずっと一緒なんですよね。相場を知らないからぼったくられるわけでね。まあ、とはいえ、お葬式ってのは一緒に数回しかないんで、どうしても仕方ないんですけどね。まあ、ただ相場を知らないからぼったくられるってことですよね。えー、なんかわからないですけど、卵とか、もちろん物がいい卵だったら別として、平均として卵が1パック1000円とか2000円とかで売ってたらおかしいってなるしね。 えー、いろいろすぐパって普段、えー、日常的に払ってるお金とかだったら気づくじゃないですか。でも、葬式の場合はね、えー、一緒に数回しかないんで、ちょっと気づきにくいんですよね。で、葬儀費用の全国平均はまあ一応195万円って言われてて、まあ、どこのまあデータかにもよるんですけど、葬儀費用の全国平均は一応195万って言われてるみたいですね。あの日本消費者協会が実施したアンケートだったら、そう言われてるらしいと。 でえー、北海道だったら154万円とか、まあ、地域性によっていろいろ違いがあるみたいですね。東北が202万円とかね。まあ、これ見てもらったら地域によって関東 A とかだったら238万円とかね。 えー、この中でだったら、中部地方 B の愛知、静岡、岐阜、長野、山梨、あ、え、た、ー、りの平均が、まあ、一番全国的には高いんですかね。245万円ってことで、まあ、この辺は地域性の違いとかがあって、いろいろあると思うんですけどで、それから葬儀費用の平均の内訳なんですけどね。この平均が195万なのは分かったけど、どういう内訳になるのかっていうことに、えー、なってくるんですけど、まあ、大体この辺になってくるみたいですね。平均の内訳って言うとね。えー、葬儀一式費用が121万円とね。 でそれから飲食接待費用が30万円で、えー、人員費用っていうのがね、47万円とかっていうので、まあ、これだったら190万円弱ぐらいになってるんですかね、なんですけど、えーまあ、この葬儀費用、一式費用っていうのは、遺体のね、搬送であったり、おつやとか葬儀とか人件費ですよね、それから飲食接待っていうと、おつやとかね、葬儀で振る舞う飲食代と、それから人員費用っていうのが、まあ、お坊さんに払うお金とか、まあ、そういうことですよね。 で、葬儀者が出してくる見積もりにはね、この1葬儀一式費用以外含まれてなかったりとか、オプションがなかったりとかね、えー、そういうことになってくるんで、まあ、見積もりよりもだいぶ高くなってしまうと。で、で相場をまあ、ざっくりでも大体知った上でね、 えーまあ、比較をするってことですね。まあ、この平均が高いか安いかっていうのは一旦置いといて、比較をするっていうことですね。で、相場を知るためには比較をするんだと。まあ、家賃とか別に結婚式でも何でも全部一緒ですよね。相場を知るっていうと、えー、一番ね、別に一番安くしようってうことじゃなくて、ぼったくられなくて済むっていうことですね。 で、この葬儀会社を比較して納得のいく会社を探すっていうのが大事かなと思ってますね。で、じゃあおすすめの葬儀社はどこなのって聞かれるんですけど、おすすめというよりは一括比較とかね、僕もそのすべての葬儀社知ってるわけじゃないんで。 結局各自にね、会ったところがいいと思うんで、一括比較するっていうのが大事だと思うんですね。一括比較したりとか、紹介サービスっていうのを使うのが、まあ簡単かなと思いますね。一番ね、これが現実的かなと。えー、この小さなお葬式とか、えー、寄り添うのお葬式とか、まあ、あとは価格コム葬儀とかでね、一括見積もり出してみるっていうのはいいかなと思います。この小さなお葬式とかでもね、まあ、結構 NHK とかで特集されてたりとか、まあ結構有名みたいなんですけどね。 まあ実際ここでやったことある人もいるんですけどえまあ本当にそんなに悪くなかったよって声もあれば別に悪かったって僕の周りでは聞いてはいないですけどねただまあネットとかでも結構一応調べてたんですけどあの基本的にはね病院で紹介されるってうよりはほどひどい 葬儀者っていうのは少ないみたいですけど、やっぱ中には、えー、紹介してもらうだけなんで、中には追加料金がね、やっぱ発生してしまったりとか、たまに悪い葬儀者っていうのが含まれてる場合もあるみたいなんで、その辺は自分に合う合わないとかでね、事前にちょっとよく話をしたりとか、いくつかね、聞いて、えー、感じのいいところとか、金額に納得できるとかね、説明に納得できるとか、そういうところをね、選んでみてほしいかなと思いますと。えー、それから まあおまけというか、えー、追加の説明なんですけど、葬儀費用には給付金も一応出ると。まあ少しなんですけどね、こっちから申請しないと出ないんで注意してくださいと。えー、亡くなった人ね、個人が、 えー、国民健康保険とかね、社会保険に加入してた場合っていうのは、少しね、えー、少しだけですけど、給付金も出るんですよね。国民健康保険に加入してた場合は1万円から7万円ぐらいと、まあこれは自治体によるんですけど、えー、個人のね、住民票のある市役所行って、国民健康保険課で聞いたら、えー、給付されるってことですね、えー。亡くなられてから2年以内に申請が必要と、えー。それから社会保険に加入してた場合っていうのは5万円出ますよと。これは加入してた保険事務所ですね。これも亡くなられてから2年以内と。で、公務員の場合だったら、本当にね、各加入してる候補 保険の組合によって異なるので問い合わせしてくださいってことですねでまとめなんですけどできればねやっぱ起こって欲しくない出来事なんですけど やっぱり人っていうのは誰しも必ずね全員終わりを迎えると。なんでやっぱ納得できる送り出し方っていうのがねできるようにしたいってことですね。できれば家族で話し合って、まあ、ぼったくられないととか納得がいかなかったっていう葬儀にならないようにしたいですねと。そのためにはやっぱり事前にね葬儀者をちゃんと決めておけるっていうのが、あのー、その時い,いざ本番というかね、えー、いざ不幸事が起きた時っていうのはやっぱり冷静な判断ができないんで事前にね葬儀者を決めておけたら、えー、いいかなと思いますってことで、えー、参考になれば嬉しいです。 えー、今日もありがとうございました。